はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、プロの大型トレーラー運転手である私自身も用いている簡単に道を譲ってもらう方法について詳しく解説をしていきます。結論から言いますと、相手のドライバーの目をじっと見つめながら笑顔で手を振るということです。これを行えば8割以上の確率で道を譲って入れてもらえるというのが私の経験的な感覚ですね。皆さんもレストランやお店から出るときなどに、通りを走る車になかなか入れてもらえないというような経験をしたこともあると思います。なぜ入れてもらえないのかというと、人間として見られていないからなんですね。これは一体どういうことなのかというと、車というのはこのように基本的には無機質なデザインで、フロントフェイスの形状こそ人の顔に似ていますが、その表情が変化するというようなことはありません。つまり生き物としては見られていないんですね。これは皆さんも一つ頭の中で想像していただくとよくわかると思うんですが、横の路地から人が歩いてきて、人通りの多い通りに出ようと様子を伺っているというようなシチュエーションの場合は、もしその人と目が合うことがあれば、あなたはおそらく道を譲って入れてあげるのではないでしょうか。これは目と目が合うことによって人対人のコミュニケーションが生まれたからなんですね。簡単に言えば目で会話をしている状態ですので、その問いかけに対してあなたが否定することというのは非常に難しくなります。つまり目と目が合っているのに無視をするという行動は心理的に非常に難しいんですね。ですので、混雑している道に車で入ろうとするとき、また合流するときというのは、笑顔で相手のドライバーのことをじっと見つめ、必要であれば手を振って入りたいということをアピールすることが重要です。先ほどの目線を合わせる以外にも、笑顔でこの動作を行うというのも理由がありまして、人は無表情でいるときより笑顔でいるときの方が、相手から見て敵意がないということを示す一つのアプローチになります。皆さんも人が怒っているときの顔を見るよりも、笑っている顔を見るときの方が、なんだか気持ちが楽になるということを感覚的に感じた瞬間はないでしょうか。これは人間の脳の中で笑顔を見ることによって、その人に敵意を感じておらず味方であるというような意思表示ができているからなんですね。これは古くから人間が他の部族と相対するときに、お互いが敵ではないというような意思表示をするために笑顔というような動作が生まれたとされています。この本能的な心理を利用して笑顔で相手を見ることによって、こちらは敵対ではなく良質なコミュニケーションを作ろうとしているというようなことを相手に伝えることによって、譲ってもらう確率が非常にアップするんですね。そして手を振るという動作なんですが、車の中に生きている生身の人間が乗っているというようなことを他の車から認識していただくことによって、こちらも人が乗っていると考えると、人間はどうしても人対人のコミュニケーションに移り変わるという性質があります。車対車のコミュニケーションではなく、人対人のコミュニケーションにいかに持っていくかということが、道を一つ譲ってもらう上でも非常に重要なファクターになるわけなんですね。またこの笑顔で運転するというのはとても重要なテクニックで、よく皆さんも運転している時に、なんだか自分の顔が難しい顔になっているとか、眉間にシワが寄っているふうに感じたことはないでしょうか。これは運転行動そのものが緊張感を絶えずドライバーに対して強いているので仕方がないことなんですが、こういった車の運転をする際に少し笑顔でですね、口角を上げるような気持ちで運転をすると、自分自身も非常にリラックスしますし、周囲の車からも優しい行動をとってもらえる可能性が高くなります。よく笑顔の人の周りにはいい人がたくさん寄ってくるというようなことをコミュニケーションの勉強をしているという方が多いんですが、これはまさに車を運転している時も同じで、眉間にシワを寄せて走っているよりも笑顔で運転している方がいいことがたくさん起こります。これはプロで毎日私が運転している中で気づいたことなんですが、やはりですね、少しにこやかな表情で運転をしていると、交通環境の中でスムーズな運転ができるようになります。もし皆さんが車に乗っていてどうしても道を譲ってほしいとき、また合流でスムーズに入れてもらいたいときは、無表情で相手の車を見るのではなく、軽い笑顔で相手の目を見つめながら手を挙げてみるというような行動をすると、
入れてもらう確率がですね、おそらく4割から5割以上はアップするんじゃないかなと思います。こうやって人対人のコミュニケーションに持っていくことによって、車対車のコミュニケーションからもう少し血の通った交通コミュニケーションに進化させることができますので、自分の運転のレベルを上げたいと考える方は、日常からですね、やや少しにこやかな表情で運転をしてみるということを試してみていただきたいなと思っております。怒った表情で乗るよりも笑顔で乗った方がいいことが多く起こるというのはすぐに体感できると思いますので、もし皆さんも車に乗る機会があれば明日から試してみていただきたいと思います。私の動画をこうやって発信することによって、少しでもね、カリカリしないで笑顔で運転をするというような方が出てくれば、日本の煽り運転とか、交通障害、路上トラブルというのもね、減っていくんじゃないかなと思います。よく田舎の方のおじいちゃんおばあちゃんなんかニコニコしながら運転をしてますよね。そういう車に対してはやはり道を譲ってほしいというようなサインが出ていれば、こちらはですね、どうしても譲るというようなことをしてしまいます。というか譲らないという行動を取るのが難しくなってしまうんですね。相手のドライバーの心理をうまく利用しながら自分自身の安全運転につなげていくというような技術が非常に重要になりますので、ぜひ試してみていただきたいと思っております。少し長い動画になってしまったんですが、今回はこれで以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。アイトでした。おやすみなさーい。